ケプラのファーストライト画像におけるトレイス -2、系の位置。トレイス -2 の想像図。トレイス -2 とは、太陽系から750光年離れた位置にある、太陽系外惑星で GSC03549 から02811と呼ばれる恒星の周りを公転している。2011年には、トレイス -2 が恒星の光を1%未満しか反射しない。 非常に暗い天体だという観測結果が発表された。質量と半径から木星と似た蘇性を持つ巨大ガス惑星だと考えられているが、木星とは異なって、恒星の至近距離の軌道を運動しており、ほっ、系外惑星探査機、ケプラの観測視野に含まれていることで知られる。 トレイスマイナス -2 の影響で生じる GSC-03549 から02811の視線速度の変化を表したグラフ。トレイスマイナス -2 は惑星が恒星の手前を横切る際の現行を捉える方法を用いて2006年8月21日に発見された。観測に用いられたのはアメリカ・カリフォルニア州パロマーテン問題のスロースとアリゾナ州。 ローウェル天文台の PSST で、いずれも大西洋両岸系外惑星サーベイの観測網を構成する合計10センチメートルの望遠鏡だった。同年9月8日には、欠点天問題による追認観測が行われ、惑星の存在が確実になった。トレイス -2 の研究は継続的に行われている。2007年の論文では、構成。 惑星のパラメータがより正確なものに改められた。2008年8月には惑星が巡航軌道を公転しており、惑星の軌道平面と恒星の赤道面とのなす角はマイナス9プラスマイナス12度であるという研究成果が発表された。同年9月にはトレイスマイナス2の主成が連成であることが発見され、各種パラメータの見直しが行われた。 惑星のトランジット及び二次色の観測から、惑星の昼側と夜側の明るさの差が測定され、これが気化アルベドのみに起因するとみなすと、惑星の気化アルベドは2.53%と推定される。しかし、惑星大気の理論モデルからは、惑星の昼側からの光の大部分は、惑星表面での高性光の反射ではなく、惑星自身からの熱放射によるものだと、 考えられている。推定した期間アルベドは1%未満となり、最もらしい推定値は0.04%であることが示された。これは、境外惑星で測定されたアルベドとしては最も低い値であり、石炭や黒のアクリル絵の具よりも低い。この惑星が暗い理由としては、惑星が恒星に近く、大気が高温に達しているため、 反射率の高い雲が存在できない上、大気に含まれるガス状のナトリウムやカリウム、酸化チタンなどが光を吸収するためだと考えられているが、キッピングとスピーゲルは、大気上層部で酸化チタンやバナジウムなどの重い化合物が凝縮された状態で存在するのは非現実的だとして、それらを除外した。また、彼らは、スペクトルの広範囲にわたる NA や K の D 線が、 カシスペクトルを占めていることや、ケプラー7ビットを除けば、ホットジュピターのアルベドの測定は、上限が求まるため、通常、ホットジュピターは、暗いと指摘した。ただしこれらの要因だけでは、低い反射率を完全に説明するのは難しく、トレイスマイナス2が、これほどまでに低い反射率を持っている理由は未だに、完全には明らかになっていない。探査機ケプラーから見た、 GSC-03549 から02811、惑星系。天の北極は左下の方向で拡大すればわかるが、GSC-03549 から02811は写真中央部にある。2009年3月、NASA は太陽系外惑星探査機系ヘプラーを太陽周回軌道に打ち上げた。これは食検出法を用いて、 太陽系外惑星を発見することを目的とした宇宙望遠鏡である。2009年4月にはファーストライトの画像が公表され、トレイスマイナス -2 の主星はその中で印が付けられた2つの天体の1つだった。ケプラーの観測視野に含まれる基地の系外惑星はトレイスマイナス -2 以外にも存在するが、それらのうちファーストライト時に識別されたのはトレイス -2 のみだった。 トレイズ -2 は探査機の構成と機能のチェックに重要な役割を果たすことが期待されている。また、この計画では、主星 GSC-03549 から02811の高度曲線の分析から、ケプラのデータのみで質量を求めることに成功した。惑星を直接的に観測するだけでなく、主星が惑星の重力により変形することによって起こる。 高度の変化や相対論的ビーミング効果による、高度の変化による惑星の検出も行われた。ありがとうございます。